はい、もちもち TV のもっちです。皆さんはジョン・カビラさんご存知ですか？よくサッカーの試合の中継とかで、まあ、実況を担当してるんですけど、まあ、カビラ爺さんのお兄さんですよね。で、そのジョン・カビラさんの実況がウイニングイレブンっていうゲームで使われてるんですよ。で、そのウイニングイレブンのゲームの実況、まあ選手名とあと地名もちょっと入ってるんですけど、その選手名と地名だけのジョン・カビラさんの音声データを使って、あたかも会話できるんじゃないか、会話してるように見せかけられるんじゃないかと思って、今回ジョン・カビラさんがラジオ番組に来てくれたという体でやり取りした会話を作ってみたんで、皆さん聞いてみてください。どうぞ。はい、もっちのオールナイトニッポン、今日のゲストはジョン・カビラさんです。いやー、ジョン・カビラさんはあれですね、近くで見ると大きいですね。洋服のサイズとかはいくつなんですか？ L なんです。お、 L サイズ。 L サイズとはまあまあ大きいですね。そう。じゃあいろいろ聞いていきたいと思います。まずはサッカー好きのジョン・カビラさんということで、ズバリ今年注目されてる人は誰ですか？今野。ああ、なるほど、ガンバの今野選手ですね。ああ、今野選手はなんか大事なところで点を取ってくれるイメージがありますね。今野浅見。あ、アナウンサーの今野浅見さんですねそれはまた意外なところですね。ご結婚されましたよね？そう、岩井平。急に演習弁になりましたね。では今年目が離せないなーっていう人は誰かいますか？清原、高知、アスカ。あ、そっち系ですか。できれば薬的な意味で目が離せないとかじゃなく、他でお願いしたいんですけど。矢口、鹿野、ベッキオ。ベッキオってまあ不倫や浮気はいけませんよね。矢口、マリガ、かわいそう。かわいそうって矢口さんだけは擁護するんですね。ってことは矢口さんが好きなんですか？中。そうだったんですか。なんか意外なイメージですね。では今年行ってみたい場所なんかはありますか？熱海。あ、熱海いいですね。熱海温泉ですよね。あー、やっぱ温泉といったら熱海ですもんね。那須。あ、那須。まあ那須の温泉もいいですよね。やっぱり温泉地が好きなんですね。ケニア。あ、そうそう、ケニアの温泉もって、ケニア？ケニアですか？なんでこの流れでケニアなんですか？さあってまあなんか直感的になんかビビッと行きたいみたいな感じなんですかね。さあってじゃあまあ話を変えましょう。この放送は YouTube で流そうと思ってるんですけど、ズバリ YouTuber で誰か好きな人はいますか？ヒカキン。あ、ヒカキンさん。そうですね、まあトップ YouTuber って感じしますもんね。なんでヒカキンさんが好きなんですか？さあまたさあですか。まあこれもあれなんですかね、やっぱ直感的に来たものなんですかね。さあってあれ、もしかしてジョン・カビラさんどこか体調でも悪かったりするんですか？ノロノロなんですか？そうですか。じゃあまあこの辺で終わりましょうか。はい、今日はどうもありがとうございました。今日のゲストはジョン・カビラさんでした。アリー。はい、いかがだったでしょうか。まあ無理がありますよねまあ無理があると思いますよ。だっていきなり服のサイズを聞くラジオパーソナリティなんてまあいませんよねでもまあ一応ちょっとした会話にはなってたと思うんで、まあ会話としてはまあギリギリ成立してたかなって思うんですよ。もしまた機会があったら再チャレンジしてみたいと思います。
はい、以上もちもち TV でした。